なかなか品揃えのいいガンプラコーナーが。じゃじゃーん、ここ店長さんの作業スペースがお店の中に構えられているんです。そうそう、海外物もね、うわー、いいのいるな。皆さんこんにちは、高坂きのです。今日も始まりました、もう店長TV。今日はですね、福岡県の博多駅から JR で10分ぐらいのところにある柏駅というところに来ました。この近くにある模型店さんに遊びに行ってみたいと思います。じゃん、歩いて7分ほどで到着。柏高校の横ぐらいにあるホビーショップフリーダムさんです。じゃーん、許可をいただいたので中撮らせてもらうことになりました。そう、入り口からね、なかなか品揃えのいいガンプラコーナーが出来上がってます。リプラもすごい。でも一番私が気になるのは、じゃじゃーん、ここ店長さんの作業スペースがお店の中に構えられているんです。で、店長さん普段はここで塗りながら作業しながら皆さんが来るのを待っているそうで、そのままここにね、ほら、塗りかけの子がいたりとか、ここも店長さんが作っているプラモたちがずらずらっと並んでます。ここはね、来てくださってるお客さんのだそうなんですけど、ガンプラもあれば、車もあれば、飛行機でしょ。ほんといろんなジャンルの F1 とかめちゃくちゃテッカテカ綺麗だったり、いろんなジャンルを作られている店長さんが待っています。そんな店長さんがいる店内にはこんな感じで、まずガンプラとかキャラプラのコーナーがかなり品揃えよく揃ってます。こう、女の子たちに、あら、あらあらあら、 SH フィギュアとかもある。フィギュア系も一緒に置いてあるんですね。 30mm とか、ちょっとこう改造が楽しい系、ヘキサギアとか、そういうロボ系がたくさんあって、で、え、何？よいしょ。こういう青島さんのとかもゴロゴロ出てくる。あ、ザブングルだからここなのか。あ、なるほど。あ、本当は一応キャラプラか、この辺。あー、本当だ。おー、ガオファイガー超合金までいてますね。普通にポンって置いてあるけど、パッケージからめっちゃかっこいい。おっきい子も、おい！おっきい子の代表格もいますね。で、ここは4パチのかわいい戦車たちのコーナーがあったりとか、あと全ジャンルいろいろある感じなので、見に来るの、あー、カーベ2がいる、嬉しい。あら、スタートレックとかもいるね。そうそう、海外物もね、うわー、いいのいるな。いいのいるんですよね。うわー、ちょっとマーク4いいなー。マーク4めっちゃ激推し中です、私。ちょっと棚を戻って、こっち側にはこう食玩系も、これコンプリートできるように箱で置いてあったりとかしますね。ボックス買いができる。あ、マイトガインとかも。で、ここは HG 系がずらっと、え、すごくないですか。え、やばい、どうしよう、減ってたら私が買ってるかもしれん、ごめんね。みんな、こんな出会いなかなかないぐらい、え、めっちゃある、やばい、グフシリーズ、嬉しい。なんていうことだ。なんでここビプラたちもすごい揃ってる。ここトブキ屋さんもバンダイさんのあれば、あ、これビプラかわいい子たちが揃ってますね。あ、で、ここに一緒に使えそうなウィングとか置いてあるところが、店長さんめっちゃ分かってますね。さすがすぎる。これグリッドマンとか、女の子やキャラクターが続く感じですね。で、ここから、あ、へー、ニュースペックバージョンなんて出たんだ、知らんかった。はい、子供たちが作りやすい SD たちとかミニオンとか、そして上に上がるとミニ四駆とかが並んでます。パーツもじゃじゃん、こんだけあるので結構遊びそう。いいね、大事な、こういうのあるね。こうね、よく使う子たちが厳選されて置かれてます。ちなみにコースも上に売ってますね。は
い、イデオンがいる棚に戻りまして、こっから奥ぐるっとスケールがメインの棚になってます。ちなみにところどころ壁に見える絵は店長さんやお嫁さんが一緒に絵を描かれてるそうなので、それで飾られてます。ちなみにということで、こういうアクリルガッシュ系3号とかも一緒に置かれてるのすごい珍しいですよね。そしてここから飛行機、すごいすごいね、所狭しと並んでる中ですごい長谷川とかじゃなくてさ、こういう子たちがずらっと置いてあるのなかなか見ないよね。あ、すごい、もともとスケールが好きな店長さんらしいので、置いてあるラインナップもなかなか揃ってますよね。あら、上には、あ、てかこんなに箱でかいんだね。タミヤさんのこうスプレーブースだったりとか、プチコンとかもね置かれてます。こんなでかいんだ。で、ここよくあるデッドスペースになりがちなこの角っこにもぎっしりとフィギュアが並んでます。パンダじゃん。あ、めっちゃかわいい。え、かわいい。 AMT、 これこの柄なのかな。めちゃくちゃかわいいですね。そのデカール入ってんだったら欲しいかも。おー、ひょんって、めちゃくちゃいろんなあるな。車もすごいね。かなりの量あります。おー。で、こっちは船が並んでます。スケールも様々で、ウォーターラインもあれば。あー、カンネクとか懐かしいな。とかもあります。あれ、これは店長さんの推しの子ですか？推しですか？なかなかタペストリーとはあれじゃないですか。店長さん笑ってくれたけど、多分否定されなかったということで推しの子がいます。かわいい。そしてこっからはツール類がずらっと並んでるコーナーになってます。で、さっき反対側に U35 があったんですけど、アクリルガッシュも基本色全部揃ってるので、まあ混ぜればいくらでもっていう感じですよね。で、ここはそのまま筆とかのコーナーになってまーす。結構、うわ、こういうさ、ちょっとマニアックなもの入ってるじゃん。くっつけるやつとかね。筆も各社いろいろ揃ってます。あ、すごいね。ファンテックさんの筋彫りカーバイトがめちゃくちゃ豊富に揃ってる。高価な工具が普通にポンポコって置かれてるので、実際手に取って見させてもらえる場所ってなかなかないじゃないですか。すごい優しいですよね。下の方には溶剤系とちょっとウレタンとかマニアック系な塗料があって、この棚は缶スプレーからミスターカラーからタミヤカラーといろいろ、めちゃくちゃ豊富だよ。ラッカー系もあれば、アクリルの水性系もいろいろあれば、一通り塗料が揃ってるので、いざという時めちゃくちゃ助かる店内になってます。ガイアさんもこんなにめっちゃ綺麗に並んでるね。こういうパテやコンパウンド系、安売り系などなども豊富になってます。こういうプラ棒とかパーツ、金属類とかもありますね。デカールもいろんなところに吊り下がってるので見てて楽しい。あ、なるほどね、ジオラマ系のマテリアルとかいろいろ、すごいポンって置かれてるよ。すごいよ、すごい。そして隣はディプラがすごいたくさん並んでます。プラ箱大きいね、すごいね。ドドンと積まれて、あ、え、ビプラ？ビプラ？ランバラルいてるんですけど。あ、ハーモンさんと一緒ならビプラですね、これはね。美少女ランバラル。フィギュアとかもありつつ、こう中華系キットとかもありつつ、
か見たことない子もいるね。すごいね。さまざまなビプラがここに一堂に会してまーす。こうなかなかもう見かけない子とかもこうやってコロコロいますね。おお。やばい。ビプラの大事な大事なパーツがめっちゃあるんですけど、すごい。股関節周りと胸がこれあんまないんですよね。そうすぐ売れてっちゃうので。カスタマイズしやすいラインナップになってますよ。そしてこれ入り口入ってすぐのところに特化コーナーが作られてるんですけど、こう店長さんに聞いてみたらですね、こうお店の目の前に川があるんですけど、川が溢れちゃったらしくてですね、店内の棚の下の方にあった子がちょっと水がついちゃったらしく、それで特化にしてるってことなんですけど、なかなか新しいものも多くて、すごい豪華なラインナップが並んでるんですよね。全然パッと見気づかないほどだったので、言われて納得なんですけど、かなりお買い得なので、なくなる前にぜひ遊びに来てみてください。あ、風やばい。ということで回らせていただきました。ホビーショップフリーダムさん、いかがだったでしょうか。素敵な品揃いだったので、ついつい私もお買い物をしてしまうぐらい楽しかったです。まだこのお店ができて2年ということで、まだまだこれから長く続くように、皆さんぜひぜひお買い物来てみてください。貸し駅からすぐです。ということで以上、もちんち TV でした。またね、バイバーイ。